の一座の皆様へ、ちょいと出ました私も、お聞きの通りの悪性蓮如をおいおい気に召すように読めないけれど、おいさんが学びましての、学びましての、あんあんから好きで覚えた民謡の河内音頭の数あるジャンルの層の中で、大阪名大のこのリズムは河内サニラップの例のオールランドこてつぶし、お気に召すように読めれども、夏の夜風に乗せまして、悪性ながらも勤めましょう。ちょっと一緒腰掛けにえげしょ、飲んで喧嘩はするけれど、折り目筋目はつけてやく、その名富島松たこともない王女、我慢の吸い込めるの溶けて絡んだ初恋の、どうせ実らぬ悔いならば、じゃあ弱いぞ涙を捨てて強く生き抜けるこう待つ、男の子がめそめそ泣くもんじゃなか、僕のお父さんは陸軍大やけ、ああお父さんに負けような強い男に泣くんじゃ、泣くんじゃなか、泣くんじゃなか。Oh
顔を見るだけで胸
していたけれど二度の夫を持つ時じゃなぜか苛立つわが心は所詮に届かぬ恋ならば人に知られず限界の波に沈めた儚さげ育児がない声待つ頃一度未練を捨てたならどうして今会ってやらぬのかそれが男というものと我と我が身を惜しかったけれど大丈夫かよ、おじいええか、長い時、今日はな、年に一度のこの諏訪町の盆踊りじゃ。これは日本一の盆踊り会場じゃ。ああ、そこに、この今日は太鼓の名手、二代目井筒屋小石丸が、市長の境に、お前らの帰り道じゃないで、行儀所ではこれが基本なのも、暴れ討ちじゃ。最後までごゆっくりご清聴のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。